自らの役割を果たす。それだけだ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきましょう。今日は雪も降ってる寒い一日です。先週高野山に、ある業務で行ってきたんですが、その時はですね、柔道、山の上なのに10度を超えるあったかい気候だったんですが、やっぱり2月は一スイナーではいかないですね。春は意外近いようで意外と遠く、まあ今日収録日は2月11日なんですが、雪も降って非常に寒い一日となっております。早く春来てほしいけど、まあこんな状況になりながらだんだん暖かくなっていくのがこの時期なんですよね。トレーニングしなきゃね。ただいま戻ってきました。はい、すごいわ。年度末はあるんで、よくできました。ゲームできるテンポも落ちるかもしれないですね。さーて、今日も気合い入れるぞ。さて、まだチョコレートパニック続いてんのかな。 あと4日ですね、チョコレートパニックが。まあ、ほぼ軽音のキャラクターが登場するんですが、ほぼ完結編ということで、お手並み拝見。全力を出す時が来たようね。どうしましょうか。チョコレートパニックをやるか、それとも、そうですね、メインクエストを進めていくか悩むとこです。あとですね、もう今415になりましたね。ということで400いきましたので、召喚をまず行いたいと思います。それから考えましょう。精一杯お手伝いしますね。いつもの10回召喚ですね。ステップアップガチャステップ4。さあ来い。なかなか厳しいですね。なかなか星4以上出てこないな。来ない。星3ばっかり。おっと、秋山美代、星4です。水を信じ、宿蔵風やかけらということで、さあ覚醒しました。一人だけですね。あんまり得るものはなかったですね。この人には悪いけど、ではではクエストいきましょう。
予備クエストはしっかりやっとこうかな。上級でもクリアはできないんですよね。ということで上級行きましょう。これでチャレンジです。知能なかなかす、この知能はすごいですね。本気を出して良さそうだな。こうしてやるやい。そこだ。来た。恋する力がみなぎってきたよ。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを引き離せ。それって、ダメージだ。来ました。とっておきの必殺技だ。おっとソニアちゃんだけですね。やっぱお前の仕業か。来い。倒しました。まとめて強い。苦戦するとは。中押し動画アップしましたね。楓の良かったです。このおもちゃ、そうですね、いいんじゃないの。あらなんてことだ。嫌です。私で、もしかしてひどい。いいんじゃないの。ひどい。いいですか。お願いし、サンキュー。すごくいいね。またお願いするかも。さあ、クエストをどんどん達成してアイテムを集めていきましょう。過酷な砂漠ですね。こちらをやっていきたいと思います。水属性ですね、これだと。結構人が増えてきました。
島に行ってみましょう。よし、出発よ。なんだろう。そうだね。うん。うわ。お、早くも敵が。やるしかないよね。砂漠の環境はきついです。調子に乗るな。さあ何が来る。みんな私に続いて。いらっしゃいませ。回復かなこれ。そこだ。違います。お待たせしました。神様。これでレベル上がるかな。まだですね。さあ続きやっていきましょう。さあ今度はトールへ帰っていきましょう。なるほど。ランプ？やってやろうじゃないか。回復効果。見えない聞こえない見えない聞こえない。やば。倒しました。やった。嬉しいよ。これでレベルアップですね。ユーザーランクが上がったので、さらにプレゼントをもらいます。おかげで助かったぜ。石ですね。石がどんどん増えていきます。さて、よくやった。そう。クリメイトが7賢者です。七賢者か。資格どういうことだ。そうだな。ん？立ち向かったクリエメイトがいるんだ。もらう。かっこいいミシン。そう。なんだ。うん、うん。なすべきことをなす。なるほどね。そんな。ん？ミキショートカット。さらに。行ってきます。現れたのね。いきなりバトルです。
続いて。さあ、どういう魔法を打つんだ。おっと、船が、船で引き、それはないですね。来た。倒しました。よかった。さて、五節で入ってきますね。はい、さて続きやっていきましょう。五節、動物暮らしその1です。これは難しいですね。これは赤がいいかな。赤でプレイするのが。ちなみに赤は、赤っていうか炎は、なるほど、こうなってるんですね。今のうちなら、これでいけるかなと思います。と学校暮らしなんで、これだとボーナスがつくんじゃないかな。さあ始めていきましょう。よーし、行こい。わあ、お化け。おい、囲まれてます。よーし、頑張ります。うわ、お化けが、バトルが。なかなか強敵です。させましょう。桜トリック来た。ゆうちゃん、ひどい。ゆうちゃん、あら、回復だ。さあ残り一人になった。これで2名いきましたね。学校暮らしの、おやす。ヒーラーばっかりですね。どうすれば。さあこれで交代してみますか。立っていいの？悪いことするなら見過ごせないよ。えい！こんな時にやめて。何は怖いかな。あ、わあ、うん、連鎖再生。回復しましたね。おっと、今度仲良しロゴはアップ。
まだまだ出てくんのかい。うん、この方くるみ、やったクリエメイト。さあ解放してみましょう。まだ続きがあります。これだと青ですね。青っていうか水ですね。属性は行ってみましょう。シマリンで。さあ行くぞみんな。かかってこい。ここだ。調子に乗るな。何するんだ。まずは一体倒しました。言ってよければ何でもしちゃうよ。うん、何でもって言ったよねというわけで、そこだ。一体ですか。何だったんだろう最後。一人で現れても。さあ洞窟の中です。よかった、ありがとう。さあバトルない説ですね。マジ？世界を乱す魔法オーダーがあると。そうだね。やつら。ラジャ。ラジャというわけで。助かるわ。今までいなかったというのは私たちのせいなんじゃ。違います。できて。さあ水が。どうして元世界戻りたいですよね。マジ？ミキ。謎は深まります。
せとけって。えっ、あっ、ええ、もちろんです。お、まだストーリーショーが続きますね。これが七賢者かな。ミー君じゃありません。照れてます。仲間、うんうん、面白いね。今そう、カルダモン、これが七賢者の一人なんですかね。このまま私のも、じゃあね、それもいいかな。ん、どうしたんだろう。これでこの話は終わりかな。ストーリーを読んでるんで。新刊を育成するのがこの世界ですね。うん、学生生活部。ラジャ。あ、いいんじゃないかしら。さあ、まだまだバトルのない説が続きます。で、終盤で一気にバトルが増えていくんでしょうね。サボテンは食べられますね。よかった。元園芸部。そうだな。ダメ。そうだ。キラーン。いやいや。はい。即答。さあ、さ。この頃ストーリーモードは続きますが、ようやく相手が登場ですね。なるほど、こうなってるか。水色と月の構成メンバーですよね。じゃあ水色と太陽の構成メンバーだ。お、自動設定です。
さあ、これで装備を整えました。行きましょう。学校があるんだったら洞窟学校があればいいじゃないか。どういうこと？ホームステイ異世界ものです。へ違うかな。いいですね、嬉しい。どうしたんだろう、不吉な予感。ちょっぴり手ごわそうかな。さあ、ちょっと手分けしてやらないといけないですね。ここだ。来た。やっ。来た。まずは一面クリアしました。あ、これ回復のあったんだ。恥ずかしい。見えない、聞こえない、見えない、聞こえない。やっ、わっ、やめてよ。今だね、私に任せろ。やいやいって言ってますね。はるかは私が守る。おっと、ラブラブです。なんか強いのがいますね。さあ、チャンスです。ここにお前のエネルギーを。あらー、すごいダメージ。倒しました。なんとか勝てたね。はい、というわけで砂漠暮らし自体はここで、あとですね、チョコレートパニックがもう終わりなので、そちらのクエストを最後にやっていきましょうかね。お手並み拝見といこうか。収集クエストです。私なら当然ね。これやってみるか。全力を出す時が。いや、これでいいか。あれ？4、5で、これですね。これに土属性に切り替えます。いますね。さあ、剣士が多いみたいです。おっと、エネコストが足りない。
これだけ落としましょう。早くレベル上げてコストも上げたいですね。クワン、本田玉木、アリスもいます。しかしここは本田玉木で行きましょう。さあ行くか。うちが相手になるで。倒しましたね。チャンスです。さあどうなるか。ドロップドロップ、大量ダメージ。さあ行きましょう。倒しました。ざっとこんなもんだな。さあこれでくるみの仲良し度が4に、あ、4の仲良し度ってあるんですね。全力を出す時が来たようね。ちょっといいですか。さあ商店街へ行ってみましょう。交換できんじゃないかな、トレードショップで。深夜、一寸の行員カロンズべからず、こっちは今だけ。特集を見てみても、交換メダルとかクエストキーはあるんですが、それがないですよね。用の超進化種を交渉成立、やってみましょう。月も入れとこう。交渉成立、交渉成立。進化、足りないみたいですね。まだ
ということで、かなり力を上げてまいりました。最後にトレーニングですね。夜遅くに偉いわね。付き合うわよ。結構コインがかかるんですよね。体力つけなくちゃ。神殿の書庫の整理なんてあるんだ。というわけで、今回ですね、クエストはこのメインクエストの、砂漠暮らしノーマルというのを、12節までやっていきました。3分の1過ぎたぐらいですかね。はい、またイベントの空いた時にですね、このノーマルクエストやっていきたいと思います。はい、以上キララファンタジアでした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。